アラン・ジェンキンスは、イギリス、チェシャー州ネストン出身の自動車技術者。フォーミュラ1のオニクス、アローズ、スチュワート、プロストで、チーフデザイナーや、テクニカルディレクターを務めた。ジェンキンスは、インダストリアルデザインの学士号を取得後、いくつかの職を経て、1978年に、モータースポーツの世界に入った。はじめは、ヘクトル・レバーの、プライベートチームで、 片落ちのロータス78を担当した。1979年、ロンデニスに認められ、彼の F2 チーム、プロジェクト4に加入した。1980年、プロジェクト4が、マクラーレン F1 チームの運営に合流すると、チーフデザイナーのジョン・バーナードの片腕として働いた。また、ジョン・ワトソンやアラン・プロストの担当エンジニアとして貢献した。1985年、 チームペンスキーに誘われ、アメリカのインディカーレースに転向。ダニー・サリバンを担当し、同年のインディ500を制覇する。ペンスキーで p c 1 5 PC16 を設計したが、成功策とはならず、1987年にチームを離脱した。1989年、国際 F3000 から F1 へステップアップする。 オニクスグランプリのチーフデザイナーとして、オレイチを設計。コスアース DFRV8 エンジンを搭載する、堅実なパッケージングで、予備予選組みながら、ポルトガル GP で、ステファン・ヨハンソンが3位表彰台を獲得する。しかし、シーズン後の体制混乱でチームを離れ、日本のフットワークグループ参加に入ったアローズへ移籍。1991年、フットワークで、ポルシェ製 V12 エンジンを搭載する FA12 を設計したが、ポルシェ V12 が機体外れに終わり、翌年から無限ホンダ製 V10 エンジンにスイッチした。FA13 のフロントウィングの二段式、ボルテックスジェネレーターや FA13 バイトのメゾネットリアウィングなど、空力設計に個性を見せた。しかし、フットワークの経営撤退後、アローズは開発もままならないチーム状態となる。 1996年、新興スチュワートグランプリのテクニカルディレクターに就任し、翌1997年により F1 に参戦。フォードのバックアップを受けながら SF-1、SF-2 を投入するが、2年間で十分な成績を残せず、1998年、限りで契約が終了する。スチュワートに置き土産として残した SF-3 は、 公認のゲイリー・アンダーソンによって熟成され、1999年に一生、1ポールポジションを記録した。1999年シーズン中、プロストグランプリのテクニカルディレクターに就任。マクラーレン時代の上司であるバーナードが、コンサルタントにつき、翌年に向けて、a p 0 3を開発したが、2000年シーズン開幕から、低迷が続き、第7戦モナコ GP 終了後に、 チーム離脱が発表された。F1 から離れたジェンキンスは、二輪メーカーのドゥカティが推進するモートジッピープロジェクトにコンサルタントとして参加し、デスモセディチの驚異的なトップスピードにつながるエアロダイナミクスを監修。ケイシー・ストーナーが初タイトルを獲得した2007年には、イギリスレーシングドライバーズ・クラブの年間表彰、BRDC アワードで優れた業績を残した。 モータースポーツ技術者に贈られるサージャッキース・スチュワート賞を受賞した。その後はアメリカスカップの出場候補者のレーシングボートを設計したり、BAC が開発したタンザスポーツカー、もののプロジェクト関わっている。1992年から1993年にかけてフットワークに在籍した鈴木アグリは、ジェンキンスがデザインしたマシーンは全部一緒で、 とにかく思うままに乗れなかった、すごいオーバーステアで、速度が上がるほどフロントのダウンホースが増えていくような、マシンだから、高速コーナーでは怖くて、アクセルが踏めなかったと話している。1993年シーズン途中、マクラーレンから購入した、アクティブサスペンションを FA14 に取り付けたことで、やっと自分の思い通りのセッティングが可能になり、早く走れるようになったという。 1993年シーズンについて、アクティブだけで35点、ジェンキンスのマシーンは0点だよ。人の真似ばかりしていたからと手厳しい評価をしている。ありがとうございます。